楽しかったですね。はい、やっぱなんていうかホールが大きいので響きが良くて、やっぱり大きなホールで弾くと気持ちいいじゃないですか、はい、なので楽しかったっていうか、まず、まあ、ヤプの譜を弾きたいなと思ったのがあって、まあ、ヤプの譜、あの曲を知ったのは僕の兵の先生である有森博先生が CD でそのヤプの譜のあの曲を出してたんですね。それを聞いて、ああ昔からいい曲だなって一回弾いてみたいなって思ってて、うん、でたまたまちょうどどっか弾く機会ないかなって思ってたら、ちょうど1900年以降ってあったので、ああこれここでこれ弾こうってことでそれ弾いてた感じです。僕ロシア作曲家というかラフマニノフとかラフマニノフが好きで、でちょうどなんかリャプノフだと平均率とショパンを弾くと時間がだいぶ余っちゃうってことになって、どうしたら何を弾けばいいだろうと思った時、ちょうどリャプノフとリラの花の調整の関係がちょうど良かったので、リラの花弾こうと思って選びました。